どうも、マサゾアウトドアチャンネルようこそ。マサミです。そしてヤムちゃんです。そしてウィング金沢店の中田です。さあ、ということで今回は、ウィング金沢店で、フリートークということでラジオ会でございます。よろしくお願いします。先に言っときますが、この動画は、ノー編集、取っ手なしで、出すので、P が入らないようにだけしてくれれば何を話しても大丈夫です。はい、で、私はちょっとハイボールをいただきながら楽しそうです。最高。このお店ってお酒飲めるんですか？飲めます。何か買った人とかそう。そういうことです。ですよね。新規で酒飲みに来た場合はダメなんですけど。ダメです。もちろん。もちろん普段お世話になってるお客様は。はいはい、何かご購入いただいた方は、はい、まあ、カウンターで言えば出してくれるっていう感じ、はい、うん、そうですね。じゃあ僕は素晴らしい、いただきます。乾杯。濃いわ濃いわ。愛情濃いめに作れてる。こういう楽しみ方もやっぱセレクターで時計を買うっていうメリットというか、いいこと言うね。いいこと言うね。やっぱね、家でお酒飲みながら時計見ててもやっぱり自分のラインナップしか見れないんですけど、確かにお店の商品とか新作見ながら、うん、ここにお酒あってっていう、なんか時計好きにはたまらない、うん、いや最高っすね、はい、今超楽しいもんね。ラジオ界だからちょっと物申したいんですけど、物申すの、はい、もうオープニング序盤でいいよ。その今の話につながるんですけど、やっぱその並行輸入で買うか正規店で買うかってこの二軸で分かれると思うんですよ、この時計を、時計を買うという目的はね、はい、でも絶対その最初に買うんやったら僕は正規店の方が絶対いいと思うんですよ、はい、なるほど、理由聞きましょう。まあ、そのお客さんのスタッフからの接客で、はい、こう自分に合うものっていうのも選べますし、はい、まあ、そのスタッフさん目線でいろいろ提案していただけることもあるんで、やっぱ知識ゼロの自分で並行で買うっていうのも、まあ、確かにいいんですけど、ちょっと安くも買えますけど、うん、まあね、やっぱ正規店で買うとやっぱアフターメンテナンスとかアフターサービスとかがすごいしっかりしてくださるので、マサイとかもすごいオーバーホールとか、うん、すごい助けていただいてると思うんで、もちろん、はい、やっぱ長く使うのであればやっぱこう、うん、正規店でこう長くお付き合いしていただくっていうのがやっぱこう素晴らしいかなっていうふうに思いますね。素晴らしいこと言ってます。さすがね。その通りですね。さすがですね。本当に。やっぱ男性とか、はい、まあ、女性もそうなんですけど、はい、今時計屋さんで働いてどんぐらいですか？3年経ちました。あ、3年ぐらいですか、はい、その前は別に時計興味なく？全くです。もう入社するまでこの店に入ったこともなかったので。なるほど。面接の2回だけですね、入社前に入ったのは。マジっすか、はい、で入社初日にも、はい、もうブランド一つも名前知らないまま仕事をしてマジで、はい、いやビッグネームばっかっすよ、ウィンさん。私ね、ほんとタグホイヤーすら知らなかったんですよ。へぇ、まあ、そんな人でも働けますよ。でもなんで時計屋さんなんやったんですか？時計ってやっぱり、まあ、入ってみたら意外と常連さんとかっていらっしゃるんですけど、はいはいはい、なんか、うん、一生に1本2本ぐらいかなって思ってたんですよ、まあ、4本買った人っていうのもあれなんですけど、僕6本持ってます、全部6本持ってます。そうで、やっぱりなんかその節目節目とかに買われる方が多かったりとか、はい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 、私たちブライダルの仕事しとったんですけど、いやそうなんですね。そうなんで、なんかプランナーとかそっち系ですか？プランナーになりたかった。なるほど。そうなんで、なりそびれた、なりそびれた。すいません、なりそびれて今ここにいるんですけど、はいはいはい、とかの特別なお買い物した時のスタッフとかの人って覚えてません？うん、なんか、まあ、確かに、もちろん覚えてますよ。古着屋さんの人とか、でもスーパーとかコンビニの店員さんっていちいち覚えないじゃないですか。いや覚えないですね。まあ、いつもこいつおるなみたいなのはあるんですけど、だけど、あの時この高い買い物をする時に、あのスタッフの人、うん、なんか親身になって話してくれたなとか、この辺にでいいんで、思い出に顔が出てくるような仕事したいなと思って時計屋にしましたね。なるほど。もちろん自分らも覚えてますよね、その接客していただいた時のスタッフさんとか、まあ、まあ、もちろん、まあ、そんな理由なんですね。そうです。他人の記憶に残る仕事みたいな。ずうずうしい。いやいやいや、でも素晴らしい仕事だよね。僕も、うんうん、これボロッチ最初に買った時は、はい、今はなきゃあの降臨坊店、ああ、はいはいはい、よく言ってましたね、買ってるんですけど、その時に接客していただいたスタッフの方とかも覚えてますし、覚えてる、そうそうそう、もちろんもちろん、確かに記憶には残ってます。そうですよね、うん、それだけで嬉しいです。でちなみに、はい、まあ、あの、まあ、時計屋さんなんで、はい、時計屋さん就職したら時計を買うじゃないですか、はい、一本絶対ね、はい、もうなんかちょっといい時計はないとダメじゃないですか、はい、最初何買ったんですか？あの最初この今つけてるんですけど、はい、IWC のポートフィノっていうモデルですね。もうめっちゃいいモデル、素晴らしいモデル、素晴らしい
ちょっと、うん、あの暇がある方はあのウィングチャンネルの、はいはいはい、これ時計を買う企画やってるんで、あ、なるほど、あの概要欄にじゃリンク載せておきます、見てみてください、はい、あ、でそのえ動画内で買われたんですか。動画内で買いました。めっちゃかっこいいじゃん。で一人で買うのはちょっと心細かったんで、はいはい、同期と一緒に引き連れて二人で買ったんで、かっこよ。結構気合い入ってますね。入れました、本当にね。いやかっこいいな。でもやっぱ女性のお客さんってやっぱり1年通しても1割いないぐらいですよ。うん、そうなんです、ね、うん。なるほど、うんうん。プレゼントで買うってあげるとか、うんうん、まあ、ちょこちょこいたりはしますけど、ご自身用に高級機械式時計買う女の人って、いやなかなかいないですよ。めっちゃ少ない。うん、やっぱなんかね、ブランドの、うん、例えばティファニー、カルティエとか そっちならまあなんとなく可愛いやつつけてる人はまあたまに見ますが、うんうん、あのウィングさんとかで扱ってる、まあ、それこそ IWC つけてる女性なんて、本当、うん、時計好きがつける、うん、見たことないというか、うん、ね、自分も知らない買ったくせに買ったと。え、じゃあなんで、はい、まあ、いろんなブランドさんあるじゃないですか、はい、あのお店には、はい、なんで IWC にしたんですか。もう確かに本当完全デザイン、見た目、見た目、顔だけ、顔だけなのかな、うんうんうん、まあ、入社してから半年後に買ったんですけど、もう毎日お店いるのにやっぱこいつが半年間1位だったんですよ、うん、あ、なるほど、じゃあ半年一応悩んでたんですね。そうです、そうです。へー、なるほど。そう、で、まあ動画で、はい、買いに行く、めっちゃかっこいいじゃないですか。そうなんですよね。なるほど。お客さんもすごいなと思いますよ、本当に。うん、いっぱい、まあまあね、安い買い物では、安くはないですからね。ないですからね。でもやっぱ男性に1本は持っててもらってもいいのかなとは思う。アイテム。なるほどね。まあ我々時計大好きですから。うん、山ちゃん時計買ったの いくつですか ?1 本目。僕、この、正規店で初めて買ったのが、この、うん、マーガレット。マーガレットなんですけど、いつやったかな、 3年前ぐらいかな。あ、じゃあ24、5ぐらい、45ぐらいかの時に買って、はい、これがファーストウォッチですね。その、まあ、機械式のちょっといい値段、ね、するやつは初めてで、今何本持ってるんですか。今4本持ってますね。4本、はい、結構持ってるね、はい、これとこれと、うん、ここで取り扱ってないブランド名前は全然いいです。まあハミルトンのブロンズか、ブロンズのカーキー、それは動画で紹介してるね。してます、はい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 、とヴィンテージのハミルトンのボルトン、あ、ボルトン40年代、はい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 、はい、であと最近買ったので、うん、IWC の、うん、ヴィンテージか、ヴィンテージ、あー、らしいっすよ。いいですね。まだ見たことない。僕もないです。あ、そうなんですか、ね、入院中です。あ、そうなんですか、ね、オーバーオルジュ、はい、あー、なるほど。それがあのまたね、帰ってきたらそれの動画も撮ろう、あ、我々だけでね。で、男性につけててほしい時計とかありますか、はい、というか、男性にはやっぱり腕時計つけててほしいですか。いや、あのここに入ってからは1本あってもいいかなとは思いますね、うん、とりあえず見ちゃいますよね。見ちゃいますよ、職業的にね、はい、もうなんかね、うん、エスカレーター、エスカレーターとかでこうすれ違う人とかのを見ちゃいます、うん、完全に職業病ですね。そうで、やっぱりこの、うん、このすれ違いの一瞬であって分かる時計もあれば、 そのロゴをじっくり見ないと、何だろう、そう、何か分かんない時計もあるんで、はい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 、まあ、なんかせっかく高い買い物するなら個性出してもいいかなって思います。あ、何つけてが欲しいですか、男性に。男性に、うん、考えたことないな。これかっこいいなとか、うん、まあ、ブランドでもいいし、ブランド、このブランドみたいな、素敵ですね、ごちゃごちゃしてないのが好み的に、なるほど、まあ、シンプルな三振とか、はい、うん、なら何でもついててもいいかなっていうのとか、はいはいはい、うん、やっぱ自分は IWC 好きなんで、あ、 IWC はいいなと思います。つけたいよね。憧れだし、ね、これですよ。これなんですよ。自分はヴィンテージ買ったんですけど、うん、まあ、あ、そうだね、原稿買えないっていうのもあるし、原稿買えないよね、はい、いつでもぜひ。まあまあ、その時は絶対動画回しますが、まあ、いつになることやろう、そうですね。めちゃくちゃ気合いの入った買い物になっちゃうんで、やっぱり、いや、本当ですよ、うん、家、車の次ぐらいに来るからね。いや、本当に、なかなか行けないですけどね、うん、なんか中田さんからなんか質問とかありますか、我々に。なんで時計好きになったんですか、こんなに。あ、なんでですか。何、僕はシンプルに男の子なんで、ね、その機械とか、なんかね、まあまあ、本当に男の子は武器とか、はいはい、ごちゃごちゃしてる機械とか好きなんですよ。
で、あとは映画、僕映画すごい好きで、はい、映画のスターがしてる時計とかをよ、まあ、見てたり、まあ、ファッションとかも基本僕映画からインスパイアされることが多くて、はい、有名人の誰かとか、はいはい、あのじゃなインフルエンサーの誰々さんとかじゃなくて、そんなはほぼあんま興味なくて、はい、基本的には映画のスターが着てる服だったりから結構ファッションはインスパイアされるんですけど、まあやっぱみんなかっこいい時計つけてるね、間違いない、ハリウッド映画とか見ると。でそれにやっぱ憧れて、なんか腕時計つけたいなって思った時に、私の趣味はまあ動画ねご覧いただいて皆さん分かると思うんですけど、まあ、バイクとキャンプなので、はい、そこにロレックスつけていけないじゃないですか。あ、なるほど。無理ですね。うん、だからもうタフに使えるボールウォッチにたどり着いて、はい、まあ、それはあの時計好き の, あの友達がいるんですけど、はい、同級生に、はい、そいつがあのまさに、まあ、僕マサルって言うんですけど、マサルぴったりな、はい、あの腕時計のブランドあるよっていうことで、ボールウォッチを紹介されて、で1本目スペースマスター、はい、っていうモデル決め打ちで、あのポケットに現金30万が突っ込んで、その当時じゃなかなかなさそうだ。そうそうそう、だからブティックに行って、あの、はい、お店行って、あのこれくださいっつって、はい、入って3分ぐらいで、それまあ決め打ちだったんで僕は、はい、これくださいっつって、はい、で現金渡して、あざすっつって。そんなお客さんもなかなかいない。長いとね、4、5時間ぐらい悩む人が、いや、悩みますよ、悩みますよ、いや、数ヶ月悩んでもおかしくない。そうですね、うん、本当に、うん、で、山ちゃんはどうですか。僕は、まあ、元々この洋服好きになったのは、まあ、社会人になってからなんですけど、はい、ファッションとか、はいはいはい、で、だんだんこのマサニーとかと知り合ったりして、うん、この古着とか、うん、アメカジーとか、そういうのをだから情報としてインプットしてファッションが好きになってたんですけど、はい、時計つけてないなってなって、時計ってファッションアイテムやんって思って、うん、で当然マサニーと知り合っているんで、はい、その時にマサニーはその時スペースマスターとレーサ ー, レ ー, サーつけてて、マサニーはすでに2つ持ってます。時計なんですかみたいな話になってて、うん、ボロッチって言うんだけど、アメリカのってアメリカってアメリカ人が好きだよ我々は、アメリカって言うんですか。で、その時もうボロッチっていうのがあるんだと思って、うん、もちろん最初時計欲しいってなった時には、まあ、ロレックスが一番知ってるんで、うん、もうなんかネームが一番でかいのってそこなんで、ロレックスってこんなモデルあるんだと思って、その時考えてる時僕入園しててめっちゃ時間あったんですよ。たまたまね、はい、時計欲しいなと思った時が入院してる時で、その時にめっちゃインプットしたんですよ。もうめっちゃ調べまくれますね、はい、調べまくって、うん、で、調べまくって退院した後に、うん、まさに時計屋さんに連れてくださいって言って、そうそうそう、ま、一緒に降臨だよね、その時は、うん、はいはい、とか金沢店とかにこう案内してもらって、さらにこう自分の知らないブランドとか出会ったりして、うん、でもボールウォッチやっぱアメリカが好きやし、はい、ってなって、でボールウォッチにしようってなって、はい、でしばらくスタッフの人とかとお話ししたり、わさりに相談したりして、はい、で僕はこのマーベライトっていう最新のモデル買ったんですけど、うん、最初どうしてもやっぱ情報量多いやつ気になったんですよ。ああ、ごちゃごちゃしてるですね、とか、はい、ダイバーズとか、うん、気になったんですけど、最初やしなと思って、うん、まあ、スーツとかにもつけれるやつやなと思って、はい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 、このシンプルな三振のデート付きにしたんですけど、でこれから始まったって感じですね。はい、だから結局でもアメリカルーツのものが多いよね。そうですね、自分が持ってるハミルトンもそうだし、やつは全部アメリカルーツですね。あの IWC もアメリカ人時計で時計作ってる人だったっけな、うん、そうなの。そうですね、もともとは、あ、そうなんですね、創業者がアメリカ人です。あ、なるほど、一応ルーツはアメリカなんですね。そうですね、なるほど、はい、俺それ知らなかった。そう、それもあるんですよ。なるほどね、面白いな。そう、深い深い深いね、時計で深いんですか。ね、そうなんですよ、うん。まあ、あの僕の5本も6本も持ってますが、まだ欲しいやついっぱいありますからね。もちろん僕もありますよ。次何が欲しいんですか。あの買ったばっかりでしょ、ヴィンテージ。まあそうですね、今はまあちょっとここにある取り扱いの他社のブランドになるんですけど、いいですよ、いいですよ、言ってもね、ありますか、はい、あ、いいですか、いいですよ、めっちゃ、まあ、ニッチな話なんですけど、アメリカ時計ずっと好きで、はい、でその
ブローバーっていうブランドで渋いがあるんですけど、結構マイナーというかあまり人気もないですし、人気もあんま聞かないですよね。そうですよね、うん、でまあそれもまあアメリカブランドといえばってところで入ってくるブランドでして、ああなるほど。え、 GMT あったっけ？ GMT は多分出したりもしてると思うんですよ。はいはいはい、なんか見たことあるな。で、うん、その中で気になってるモデルが一つあって、うん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 、ブローバーってそのアーカイブコレクションをいっぱい出してるんですよ、はい、ヘリテージっていうか、はい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 、当時のデザインを再現したりするやつで出してるんですけど、うん、その中の一つで50年代の時計のダイバーズを復刻してて、その時計ってアメリカのさっきあのボロッチのネドゥって紹介してたんですけど、 あれ の、 そのネドゥに作るためだった時計を復刻してるんですよ、確かに。でそれが、正式にアメリ US ネイビーに採用されるはずだった時計なんですよ。へえ、なるほど、ね。でそれがグローバってその当時そのアクトロンっていう当時最先端の時計作っちゃったんですよ。へえ、それに力を入れたいってなって、それが正式に採用されなかったんですよ、このダイバーズウォッチが。なるほどね。でそれがブランパンのフィフティファズムスに変わったんですよ。何言ったか全く分からない。これちょっとおかわりもらっていいですか？あ、もちろん。いいですか？いや、大丈夫ですか？賛成お願いします。ちょっとまあ、ただのファンなんで、はいはいはい、全部合ってるか分かんないですけど、うんうん、US ネイビーが正式に採用したその、うん、ダイバーズウォッチが、はい、その、ブランパンという時計のフィフティファズムスっていうダイバーズウォッチをアメリカの、ね、輸入業者みたいなところが仕入れて、その海軍に放出していたという。なるほど。でそれになら、うん、そのグローバルの時計が正式採用されるかもしれなかったっていう。へ、それが一切こう市場には出回らなかったんですけど、うん、復刻として出したっていう。ああ、なるほどね、はい、それがめっちゃ渋くて、どんだけ調べてんの。すごい、どんだけ入院してたんです。え、それ入院期？いや、それは最近最近ですか？それも、はい、外見はほぼその時の当時のままなんですよ。ああ、じゃあ外見は 50s の、そうなんです、見た目なんだ。でも中身が、グッとくるね。中身は日本式の、日本製のミオタっていう汎用ムーブメント。あ、日本製なの？はい、中身は日本製なんですよ。あ、じゃあまあ一応信頼できる。そうです。かつまあ、そのグローバーがシチズンの傘下に入ってるからっていう理由も多分。めっちゃ詳しいな。めっちゃ詳しいです。本当に。シチズンの、が作ってるシチズンの参加のムーブメント、汎用ムーブメントが、そのミオタなんですよ、確か。分かんないわ。確か。分かんない。もうマニアックなところ。分かんない。絶対分かんない俺。もう止まんないですよ、時計の話。すごいです、本当に。いや、で、どうぞどうぞ。だからコストも安くて。ああ、なるほどね。値段も10万以下なんですよ。お、安っ、マジ？で、あのドーム型のサファイアクリスタルで、じゃあやっぱその昔のデザインを踏襲した感じなんだ。ちょっと 100m 防水の強っ、すごい、めっちゃ強いじゃん。めっちゃ強いっす。デザインも最高ですよ。え、じゃあ10万円で買えるんだ、普通に新品が。いや、そうなんですよ。いつ買ってもいいじゃん。いや、そうっす。あ、すいません、怒られました。すいません、祈ります。で最近まで在庫なくて、あ、そうなんだ、ぐらい人気だったんですよ。あ、でもそのスペックでそのコストだったら、ね、その人気になるよね。そうなんですよ、うん。俺はあの写真ではでも見たことあるわ。そうです、まあ、サニーにすごいかっこいい。かっこいい、ね、かっこいい、かっこいい、かっこよかった、うん、めっちゃ欲しい。それが欲しいっていう。なるほどね、はい、やっぱこのぐらいマニアックな人もいますか？います、お客様に。めちゃくちゃいます、ね、そんな人じゃないと買わないっすよ。、うん、俺何も調べずにこれ買わされたけど。ブロンズ時計っていうのはやっぱり、うん、男心っていうか、そのヴィンテージラバーじゃないですか。だからもう育てる腕時計ってないっすから、ね、ないですね、うん、なかなか、うん、ブロンズケースのものが極端に少ないですもんね。少ないですね、全部ブランドにあるかって言われても、そうでもないですもんね。ないブランドもあると思いますし、うんうんうん、あっても1、2型ぐらいぐらいかなと思いますね。ですよね、うんうんうん、これめっちゃ気に入ってますよ、最近。なんかね、いい味出てきましたね、うんうん、あの長時間つけるときは絶対これつけてます。へ、うん、育てたい、育てたい。ブロンズブルーのこの色合わせがめっちゃいいですよね。めっちゃいい、めっちゃかっこいい。今日のジャケット、このデニムシャツとの色、うん、同じ色。すいませんね、うん、素晴らしい。そういうの考えるの好きなんですよ。いや、めっちゃかっこいい。文字盤の色とかね、こう、そう、あとベルトの色とか、色とか、うんうんうん、
じゃあベルトがブラックだったらベルこっちのベルトもブラック革靴もブラックだなとかね。そうそうそう。いいですね。そんな、なんかそんな考えるの好きなんですよ。めっちゃ見た。もう常にそれしか考えてない。喋るねー。全然いいけどね。喋るねー。ラジオ会話したって全然いいですけど、ね。一応なんかこっちの方が喋ってほしいなっていう俺の思いもあるけど。いや嘘じゃあ全然いや全然いい全然全然いいっすよ。全然バトン返します。全然いいっすよ。いや大丈夫です。十分だ。十分だ、うん、時計の話も嫌ってより聞きました。時計の話はね、うん、僕の周りだったら、まあ、3人ぐらいしかやっぱり受け止めてくれないですね、うんうん、なかなかこの数もねあんまり持ってる人も少ないし ね、まあ、ね、まず1本持ってる人も少ないですからね、うんうん、もっとでもあの知ってほしいよね。いや本当腕時計は、うん、高いだけでやっぱ拒否されがちかもしれないですからね。高いんすよ。最近の腕時計高すぎる問題あるもんね。まあそうですね、うん、特にこうインポートものも国内のブランドも値上がりしてますからね。今後ちょっと、したい動画の展望があるんですけど、はい、まあ、その中瀬さんがおすすめの、はい、なんかちょっと低価格で買えやすい、はい、時計5000とか、あ、やりましょう。そんなもなんかしたいなと思ってるんで、その時もよろしくお願いします。ぜひ、ね、高いからいいってわけでもないし、いやそうなんです。安いからダメってわけでもないんで、そうそう、ボールみたいにね、こんなコストで、うん、こんなスペック入ってんのみたいなのって、うんうん、みんなやっぱ見つけてないだけでいっぱいあったりするんで、ね、そうですね、うん、まあ、我々ももちろん全然まだ全て知ってるわけじゃないので、僕なんてほぼボールウォッチのことしか知らないんで、他の時計など全く知らないんで、僕はいいと思います、うん、やりましょう。あと好きなモデルも僕ありますし、他にはまあホイヤーとか超好きなので、やりましょう。あ、 IWC も超好きなので、やりましょう。映画出てますね。そうなんですよ。だからホイヤーはね、あのスティーブ・マックイーンがつけてたり、うん、と、まあ、伝説のモデルなんだよ、はい、確かにモナコとか ね、はい、そうですね。あの辺はやっぱもうずっと俺ずっと欲しいと思うんだよ。まあそうですね、うん、これも買う前から、まあ、買うならモナコかなみたいな話もありましたしね、うん、そう、うん、次買うなら、だからそのスペースマスターとレーサー買った次は、はいはい、実はずっとモナコ欲しいなと。モナコかパネライかみたいな。あ、パネライも欲しい。まだまだあるじゃん。ラジオに欲しいんですよね。やっぱり憧れの一つでありますよね、うん、モナコかラジオミかみたいな、うん、どっちもおしゃれなんですよね。でもハーレー乗れねえわと思ったし。確かにハーレー乗るときはボールで。そうなんですか、使い分けて、うん、はい、でも長さにかわされましたよ、僕は。ボールモノチーフ2つも、うん、見本。めっちゃご了承で。でも似合ってますけどね。まあまあまあ、でそのままお仕事もいただいたんで、ね、全然いいですけど。まあこんな感じで、はい、しゃべくりましたね。あなたが。あなたメインで。全然いいですよ。うん、面白かったです。一番面白い。うん、すみません。一番好きな話何ですか。いや時計ですか。いやでもファッションより時計の方がなんか詳しいよね。ファッション詳しいけどね。レンズファッション好き、全般が好きなんで、うん、やっぱり、うん、レンズファッションってもう深すぎるんで、全部は全部やっぱり知らないんで、うん、うん、やっぱし、その中の好きなジャンルはやっぱ好きですね。なるほど。古着とか着るんすか。着ます。あ、着るんですね。はい。もう普段これなんで、あんま私服がイメージつかないですよね。いや、全然つかないです。うん、今度私服で出てもらっていいですか。やばって。やばって。やれってなりますよ。いやいや、ならないでしょ。本当ですか。全然普段のスタイルで、はい、めっちゃラフです。へえ、古着さん、え、じゃ金沢の古着さん行ったりですか。よくお二人行かれてる、はいはいはい、JFK、はい、で買い物もするんですか。はい、一着買いましたし。へえ、なるほど。もう冬はパーカー、夏は冬パーカーだっけ。逆にパーカースウェット、はいはいはい、もう夏は何、古着 T シャツ、おめっちゃいい。デニムパンツとかもですか。そう、パンツとかも、へぇー、カブッとしたのばっかり。へぇカジュアルな合わせにポートフィーノも素晴らしいですね。そうそうそう、こいつはね、あ、でも普段もずっとつけてるんですよね。古着でも出てくるんですよ、こいつは。かっこよくね。いいっすね、めっちゃいい。じゃあ今度古着トークもしますか。いや、いますね。そんな詳しくない。まあまあ、山ちゃんは何でも喋れるんで、はい、うん、行きます。何、なんかじゃあ他に好きなことあるんですか。好きなことですか。趣味とか。お酒ですね。お酒ですか。羨ましいです今。でもね、今仕事中なんて飲めないですもんね。はい、そうなんです。あ、何飲むんですか。いつもハイボールですか。ハイボール、ウイスキーばっかりですね。おー、うわー、怖っ、ごめん。じゃあ毎日飲んでる感じですか。毎晩飲んでます。毎晩飲んでる、はい、
美味しくて酒好きの人の言い方なんかじゃあ次はじゃ あの、はい、お酒、まあ、もしよければお酒飲みながら好きなウイスキーの銘柄の話こいつ飲めないですこいつ飲めないですよいや飲めないつまんないですよねえ酒飲めない男どうですか一緒に飲みたくないですよ飲めますよ飲めます赤くなるけど飲めなくてもいいと思いますよ。お金かかんないし。確かにね。本当年何回飲むかわからんぐらい。飲まない。指折りぐらいしか飲まないです。飲まないもんな。ね。うん。じゃあ今度じゃあお酒買いましょう。はい。ぜひ。今度こんな感じで。はい。はい。終わりたいと思います。はい。いっぱい喋りましたね。ありがとうございます。山ちゃんが。いや全然いいですよ。はい、じゃあこんな感じで、まあ、またあのいろんな動画撮影、はい、協力ごあのよろしくお願いします。こちらこそです、はい。皆さんもご覧ください。はい。じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。